そこどき。それ。本気やで。本気やで。それ。Thank you.
遅いぞ。わしが夜も眠らずに仕上げたというのに。まあまあじいさん、怒るより先に早よ見せや。いやー遅くなりました。これで全員揃ったようだな。では説明を始める。見よ、この堂々たる姿。これがわしが作った通信装置だ。と言ってもこれは親機であって、みんなが持つのはこいつの端末ということになる。予算と時間の都合で端末は2台しか作れなかったが断った。問題はこの親から端末は呼び出せるが、その逆はできないということだ。もちろん端末同士の通話もできない。作戦でこの装置を使うときにはそこを考えておかねばならない。さてこれらのことを踏まえた上で私の立てた作戦を説明しよう。君たちが洞窟へ行っている間、私はあらゆる角度から敵の兵力を計算した。そして一つの絶対的な結論に達したよ。ふんふん。私の部下20人で輸送隊の護衛をしても守りきることは絶対に不可能だから、護衛しないことにした。護衛は君たちだけでやってもらう。ちょっとそらないで。そうよ、それじゃ何のためにここへ来たのか分かんないじゃない。ああまあ落ち着いて、話はこれで終わりじゃないんだから。昨日までの調査で物資輸送路上の砦の他にアグレシバル領内にもう一つの砦を発見した。しかもこっちの砦の方が兵が少ない。きっと輸送路妨害用の砦に兵を送ったからだろう。そこでこのアグレシバル領内の砦に私と部下が攻撃をかける。別の砦なのに。そう、敵は我が隊がたった20人で砦攻めをしていることを知らない。きっと輸送路上の砦に援軍を要請するだろう。攻撃をかける絶好のチャンスだからね。そして我々が敵を引きつけている間に、君たちが輸送隊を率いて砦を通過するんだ。でもそれじゃケネスさんたちが危険だわ。だが進路上の敵を減らすにはこれしかない。まともに戦えば物資輸送は行えないからね。20人の兵であの砦を攻略することは事実上不可能。ならば発想を変えて戦わない方法を取るだけだ。そこでその作戦にわしの通信機が使われるわけじゃな。ああ、この作戦はタイミングが勝負だ。我が隊と君たちとが連携して動くことが絶対条件となる。君たちが無事通過すれば、我々も20人で無謀な戦いをする必要はなくなる。すぐに逃げるさ。なんや、ちゃんと自分たちのことも考えとるんや。これでも私は臆病者なんでね。さて、それでは早速作戦に取り掛かろう。わしはここに残ってこの親機を操作せねばならんからな。これはお前さんが持っておれ。この間のように君たちは輸送隊を率いて山道を進んでくれ。あとはビクトルさんが連絡してくれる手はずになっているから。それじゃ私も出撃することにするよ。そうじゃ、一つ言うことが。あのトランスゲートを調べて分かったのだが、あれはまだ使えるぞ。ただしこの戦争で中央ゲートが壊されているから、どこへも移動できなくなる。そこで帝国内に行ったら、ついでに中央ゲートを探してみてくれ。そこから部品を持ってくれば、ここを代理の中央ゲートにして好きなところへ行けるようになる。へえ、それは便利ね。で、中央ゲートってどこにあるの？
わしが知るか。帝国のどこかにあることは確かじゃ。これから何度も行くことになるんじゃろうから、そのついでに探しておけ。ピアで。そこよ。ワイニー・フォレンナ。輸送隊はいつでも出発可能だ。今回もあなたたちの後をついていくから、先行して障害を排除してくれ。そろそろこの辺りで待機した方がいいんじゃない？せやな。これ以上進んだらあの砦についてまうからな。今のうちに装備を点検しておくべきね。何この音。何でしょう。荷物の中から音がしていますね。そっちの状況はどうじゃ。ケネスがこれから攻撃を仕掛けるらしい。ある程度敵を引きつけたらまたそっちに連絡を入れる。それまで待機していてくれ。報告します。バルトカッツェ砦より援軍の要請がありました。援軍要請だと。正体不明の敵より襲撃を受けているとのことです。すでに国境沿いのヤクトフント砦より援軍が出発したようですが、念のため報告をと思い。なんとバカなんだ。はすぐにヤクトフント砦から援軍に向かったバカどもを引き返させろ。それは無理かと。こちらからの伝令が届く前に援軍はバルトカッツェ砦に到着します。ならばバルトカッツェ砦に伝令だ。応戦の必要なし。防備に徹せよとな。下手に手出しをすれば損害を出すだけ損だ。はっ、了解しました。それから私も出かける。従者を数人見繕っておけ。どちらへ行かれるのですか。お前が知る必要はない。申し訳ありませんでした。では失礼します。前回は突風のためとはいえ、ほんの数人の若者が賭けを行い砦を突破。そして今度はヤクトフントではなく後方のバルトカッツに仕掛けたか。連邦か帝国かどちらか知らんが、この私の裏をかくとはな。これだから戦は面白い。もっとも今回の物資が帝国に運ばれたところでジェームズ軍の攻勢を止めるには手遅れだろうがな。レイモン中隊長、援軍が例のポイントを通過しました。ご苦労。
聞こえましたか、ビクトルさん。彼らに連絡をお願いします。了解じゃ。気をつけて逃げるのじゃぞ。命は惜しいですからね。よし、砦攻めの部隊に撤退命令、速やかに退却する。はっ。待たせたな、若者たちよ。ケネスたちが退却を始める。行動開始じゃ。あとはお前さんたちにかかっとる。頼んだぞ。よっしゃ、ほな行こうか。さて、ここからが私たちの腕の見せ所ね。我々はこのまま一気に帝国内へ向ける。最後の輸送隊が通過し終わるまで持ちこたえてくれ。任しとき。残った敵兵ならワイラだけで十分や。任せたぞ。異変に気づいたアグレシバルグの本体が戻るまでここを突破するんだ。そこどき。行くぜ。そっ。次は？は。本気や。疲れたわ。
あ、お嬢様方、ご無事でしたか。物資はすべて受け取りました。それにしてもすごいですね。あの砦を通過してきたのでしょう。ケネスさんが敵を引きつけてくれたからですよ。え、あの人が。信じられないな。我々はそろそろ連邦に戻ります。お疲れ様。なんや、騒々しいな。あれは闇の宝珠を使う儀式を見に行く人たちだよ。なんや、その闇の宝珠っちゅうのは。皇帝家に伝わる秘宝だよ。帝国の危機の時、過去より英霊が現れ敵を打ち滅ぼしたと言われる宝珠、それを使おうとしているんだよ。なんや、うっさんくさいな。伝承にでもすがりたいほど追い込まれているということね。非現実的だわ。そういうかもしれないけど、過去に幾度か成功しているんだよ。今のところ効果はないみたいだね。そうだ、皆さんも祈っていってくれませんか。あ、それともお疲れなら宿でしょうかね。そうね、リーダーに任せるわ。